はい。ヒルビール放送局、16時間断食、11週目、反省会の時間がやってきました。ごめんなさい。ちょっと収録が遅くなっちゃって、発信が遅くなっ、結果的に発信が遅くなっちゃいました。多分ね、今収録してるのが、えっ、ー、と、土曜日の15時25分。本当はね、10、土曜日の15時にはもう配信しますよっていう風に、ルール付けしてたんですが、 すいません。ちょっと違うことに押しに押しちゃって、えー、っと、こんな時間になっちゃいました。多分、コーディングして、最終的に発信できるのは、うーん、うーん、7時ぐらいになっちゃうんじゃないかなと思ってますが、まあ、実はこ、この、今日の反省会の中、実はあまりしたくない。<laughs> そういう内容です。<laughs> 厳しい内容になりますが、サクッとやっていきましょう。 まああのうん、とタイトルというか最初の画面をご覧になっていただいた皆さん、そう,そうですね、えーと、間もなくこのポッドキャストも16時間断食反省会も、えー、と他のポッドキャスト同様に、えー、と各種ねあの、ポッドキャストに発信しますので、もうちょっと,あの、うん、とファイルに ファイルというか、あの、画像に頼らない説明をするように心がけます。はい。なんか今日はちょっと、うまく段取り付けできてないですね。まあまあまあ、あの、最後の方になると調子よくなってくるかもしれない、知れないので、まあ最後まで、えっ、ー、と、気長にお付き合いください。まあ、まずはですね、まあ、まだ2桁に到達してません。というか、かなり遠い。<laughs> そんなわけで今日の目上を確認していきましょう。 はい。今日の目次もトピックス、今週の経過、えっ、ー、と、睡眠の傾向、そして、ば、グッドとバッド、そう、最後に来週の課題ということで、えっ、ー、と、お話ししていきますが、今からお話しすることが重要なことです。なんと、後半、ほとんど書いてません。<laughs> なぜそうかということを、まあ、後半お話ししていきたいと思います。 まあね、あの、この、このスタイルのテキストにしてから、まあ、あの、書きやすくなったっちゃなったけども、なんか無駄に写真の量が増えて <laughs>、手が、手が、結構、あの、うんと、時間かかるなと思ってます。うん、まあでも、あの、えっと、切りがいい数字まではこれでやっていきたいと思ってるんですが、まずトピックス。今週のトピックスは何と言ってもこれですね。私はね、今週はとにかく、 野草にはまりました。はまったというか、まあ去年からあの野草にはまってたんですけども、まあその、はまるきっかけというのは山菜だったんですよ。そう。まあ去年の話じゃなくて、2年3年前に、えっとスキー場で働いてた時に、スキー場ってボンボコボンボコいろんな山菜が出てくるんですよ。まあそれをね、片っ端から取って、 特に、時に、吹きの塔が大好きなんですけど、吹きの,の塔のね、吹きの塔の天ぷらがまた美味しくてね、タラノの麺との天ぷらとか本当ん美味しくて、もうね、あの、山菜にはまりにはまった揚げ国。なかなか長岡の長岡が帰ってくると、あの、山まで行かないと山菜って手に入らないじゃないですか。スーパーで買う以外は。まあ、そうしてるうちに、え、近くにあるやんと思いついたのは土手。はは川の土手に行くと、いっぱいことくさ生えてるじゃないですか。 まあ、それに目をつけて、まあ、去年はですね、えっと、まあ、草というか、雑草というか、まあ、あの、メジャー中のメジャー、ヨモギを、まあ、去年はね、天ぷらにして食べたりとかしたんですが、今年はヨモギ以外のいろんな草についても、事前にちょっと調べてね、えっと、まあ、ん、えっと、パッチテストするまでもなく、パッチテストって、あの、皮膚の弱いところに塗って、あの、 あの、毒、う、性、ん、のね、汁を塗って赤くなるかどうかで、毒性があるかどうかっていうのを、体に反応があるかどうかっていうのを見て、毒性があるかどうかを確かめる方法なんですが、まあ、パッチテストをするまでもなく、まあ、お腹痛くなればアウトでしょいね。<笑><笑>まあ、そんなあの、うんと、まあ、ワンちゃんもいろんな動物がまあ、住んでるここら辺に、まあ、そんな毒性があるものはないと勝手に思い込んで、多分ね、それは甘いと思うんだけどね。そう。 <laughs> 甘いと思うっていうのは、後でね、食べた話をするんだけどさ <laughs>。あのね、うんと、まあ、いろんな目につくものを取ってきては、天ぷらにして食べてみました。まあ、ヨモギの天ぷらは、まあまあ、安定した美味しさだよね。で、ヨモギってさ、あの、いろんな、まあ、ヨモギはもともとの薬草だからね。うん。えっ、ー、と、アンチエイジング、美肌,美肌効果、心筋梗塞。 まあ、いろんなね、本当あの、美容に欠かせない、というか、あの、若く、若く、若く、いつまでも元気で若々しくやりたいことをやりまくってる私がいるためには、ヨモギとね、しっかりお付き合いすることがすごく重要だったことを、最近調べて知ったのよ。ヨモギについてとかは、うんと、ゆったり、喋ったかな、M キャストの の方で、まあ、いずれゆっくりゆっくりもう熱く30分語ろうと思うので今日はささっと喋っちゃいますけどもヨモギはいいヨモギ以外にもあの、うん、と秋になると黄色い花が咲く黄色い花が咲くあれもなんとかそうっていうんだけどちょっと名前忘れちゃったあれも本当ん,んか、うん、と外来種みたいなんだよねなんかね本当にもう、うん、とあっちこっちにと あの、花粉が飛んでいって、あっちこっちでもう、ボーボーと生えて、あっちこっち、黄色い絨毯のようになるさ、花があるんだけど、あの葉っぱもね、かなり、かなりね、優秀な薬草らしいんだけど、それはね、まだ土手には、今年は見てないんだよね。まあ、もうすぐ多分、ボっコボぼ出てくると思うんだけど、あの、まあ、それはまだ撮ってないんだけど、それ以外のね、重だったものは撮ってきて、まあ、食べてみた。 は独特の香りがあるるかからわかるじゃんで、すっぽん草っていうのはな、うちの私のおじいちゃん、すっぽん草って言ったんだけどあの、中が空洞ですごいさ、幹が太くて、でも、中は果肉があり、中が空洞な、ポンと折ると、ポンってなるようなあの草があるんだけど、それがね、昔からあの、の喉が渇くと、それをかじるっていうのが、まあ、おじいちゃんから教えてもらった知恵なんだけども、それはね、ちょっと、酸っぱいのね。 そう。まあでもそれは食べれるっていうのは知ってたのね。スっぽんグサとかまあいろいろも取ってきたんだけど、まあね、えっと、まあ一通りちょっとずつ天ぷらにして食べたけど、あの、取ってきたやつの、だいたいね、えっと、ん、えっとえっと、7種類ぐらい取ってきたんだけど、まあだいたい5種類、そうね、5種類ぐらいはなんか酸っぱいの。<laughs> そう、酸っぱいの。でも、う、え、ん、っとね、 微に調べて行った時に野菜、あの野草にはビタミン C が結構入ってるっていうから、ビタミン C が酸っぱいのかなとかいろなこと考えたんだけど、やっぱね、天ぷらにしてサクサクって食べる時にスパッっていうのはちょっと私には受け入れづらくて、<laughs> 酸っぱ系のやつは、あの、いいか悪いかも、あの、調べずに、まあ、あの、葉っぱをね、写真撮って画像検索とか知れば多分ね、いい確率でいろんなの出てくると思うんだけど、 まあそこもせずに、いや、口に合わないからごめんなさいって捨てちゃいました。そう。で、重木と、あと、うんと、いくつかだけ残して、まあそれは、あの、うんと、美味しく食べたんですけど、まあね、あの、基本は、あれ。あの、おー基本は天ぷら。<laughs> だってさ、なんか、あの、うと、まあ基本、ね、まあ、 もちろんさ、油でカラッと開けるからカロリー高いんだけどさ、あの、食べたくなっちゃうし、まあ、食べる、そういう時だけは、まあ、オートファジーが何とかしてくれるだろうと思って食べるの。まあまあ、結果的にそんなにね、あの、んと、体脂肪率にガッタガがったりとか、あの、そういうことはないんだけどね。ないんだけど、まあまあ、まあ、天ぷら週1回ぐらいさに食べてます。<laughs> そう。あとは、えっ、ー、と、おひたし。 うん、おひたしもね、えっと、まあ、あの、うんと、あの、よもぎの場合、本当若葉のところじゃないと硬くて、ちょっとな、ね、おひたしきついなと思うんだけど、まあまあおひたしもいける。うん。あとね、えっと、よもぎで簡単にできるっていうと、あ、私はね、あの、生のよもぎを、うんと、オリーブオイルとレモンと塩をちょっと足して、えっと、サラダにして食べてみた。 うん、まあまあ、それもい、いろんなね、ちょっと葉っぱ入れてみたんだけど、まあまあまあ食べれるかな。ただ、あの、うんと、本当にスーパーで売ってるような野菜、あの葉っぱ物の野菜みたいに、本当、えっと、えっと、えぐみがなかったりとか、まあ食べやすいとか、そういうことはないけど、えっと、まあ、野草だからね。野生の味がする。<laughs> それでもって、えっと、 最近とか昨日やってみたんだけど、まあさ、土手に行くと、まだね、まだね、そんなに高くないから、まあちょっと、あの、しゃがんで積まなきゃいけないぐらいなんだけど、えっと、やっぱね、ヨモいっぱい入ってるわけよ。で、私はヨモギを、あの、結構まとめて、大きい袋一つ、んおっきくもないか、えっと、45リッター 45リッター、うん、45リッターの袋をいっぱいになるぐらい、ちょっとヨモギを積んできて、私はヨモギを全部あの、使ってない、えー、っと、洗濯ネットに押し込んで <laughs>、そう、お風呂の中にポンと入れて、もみもみしながら、ヨモギ湯を楽しみました。うん。ヨモギの匂い変えてるだけでものすごく気持ちよくなるのよ。リラックス効果もあるみたい。で、まあ、ヨモギってヨモギ虫とかもあるから、まあまあまあ、 まあ、お風呂に入れても問題ないだろうと思ったのと、よもぎはね、生のよもぎをよく洗って、えっ、ー、と、お湯に浸して5分間ぐらい煮て、よもぎ茶にしたりして飲んだりもするのよ。そう。だから、まあ、あの、お茶の中にお風呂として入ってるみたいな感じかな。<laughs> それがね、あの、最初はね、そんなに、あの、うんと、色はついてなかったんだけど、ちょっとね、あの、うんと、お風呂一回入ってからね、 えっと、そのまま落とさないで置いといてみたら、まぁ、あ、棚、かなり真っ黒になってさ、アクが出まくって真っ黒になって、本当に体に良かったかなっていうのは、ちょっと後から考えてみるとドキドキするけど、まあまあまあ匂いがいいから、まあいいかなと。<laughs> そうそう。まあ、そんなわけで、あの、私の、えっ、ー、と、今週は、本当私のね、大きな大きな畑を、畑を土手に見つけたっていうことだけで、まあ嬉しかった。 <laughs> で、土手にも山菜がね、えっと、川から流れてきた山菜があって、出るところがあるのよ。で、えっと、なんだっけ、コゴメとかが取れるんだけど、私ね、今朝ね、朝、あの、コゴメ取り行ったんだけど、取り行ったらもうお化けコゴメになってて、もう花開いちゃっててさ、もう花っていうか、もう死だ植物だから、ダーッーッってもう伸びちゃってて、まあ、伸びてても、まあ葉っぱは柔らかいから、食べたら美味しいんじゃないかなと思って、匂いもね、いいしね。 で、四股玉取ってきてさ、あのー、ダック切りにして、お味噌汁に入れたの。そしたらさ、硬くて。<laughs> 芯が、芯がというか、茎が硬くて。<laughs> よくよく噛んで食べたて。葉っぱは美味しいかどうかというか、硬くて。<laughs> そりゃ、あの、みんな、あの、大きくなったら誰も取らないのはこういうことかと。<laughs> そんなわけでね、うんと、また、 いろんな葉っぱをチャレンジしながらえっと畑私の大きな畑からいろんな食材を取ってきてまた試してみたいと思います <laughs> そのうち虫料理も挑戦するかもしれないよ <laughs> ただねまち虫が苦手だからな <laughs>、まあ、そんなわけで今日のトピックスは突然ですが、えっと、私のは勝手な畑篠田 <laughs> 川の土手で、えっと、こんなことやってますっていうのをお話ししていきました ま、今週の経過にそろっとようやく入っていきたいと思います。はい、今週の経過なんですけど、まあ、渋ってる渋ってる私を見てちょっと、まあ、えっと、経過良くないんだろうなと思ってる方もいらっしゃると思うんですが、まあ、あの、結論から言いますと、体重だけ見ると、先週より、えっと、1キロぐらい戻ってます。 うんまあ、先週ができすぎてたっていう方が正しいかな。そう。まあ、あの、うんと、ただ、体脂肪率上の計算をしてみると、先週よりちょっと下がってる。だからね、うん、と筋肉がついたという方が、まあ、いい、正しいのかもしれない。まあ、その前にね、このトピックスじゃなくて、まあ、今週の経過の,あの写真、まあ、写真からしからぬ大失敗をしてるの。 よね。<laughs> 後から出てくる写真もそうなんだけど、まあ、撮ってるときに、あの、うんと、後ろにね、えっと、服が映ってるのは分かってたんだけど、まあ、あの、最終的に使うときにはそれをね、画像処理で消しちゃおうと思ってたんだけど、まあ、使っちゃってから、あ、そういえば消すの忘れてた。しかも、直すのめんどくさい。まあ、いっか、このままで、って感じで、そのまま使っちゃいました。まあ、写真からしからぬ、そういうところをお見せしましたが、まあまあまあ、適当なんです。<laughs> <laughs> さあ、早速今週の経過見ていきましょう。まあ、今週の経過なんですけど、左側が2週間前、えー、と右側が昨日のデータです。で、この間に先週のデータがあるんですが、まあまあ、先週のデータをわざわざ出して、わざわざ出してないというわけじゃなくて、えっ、ー、とまあ、1週間ごとだと、あまりにもね、差がなさすぎて、 あのー、なかなか比較対象にならないので、毎回2週間前のやつを出しています。はい。まあ逆に1ヶ月とかだと差がありすぎて、いやもうちょっと比較とかいう話にはならないレベルになっちゃうので、まあ2週間目でいいかなと思ってます。で,でまあ、あの2週間前の体重が102キロ、ジャスト。で、昨日の体重が101.5キロ。なので、まあ2週間で0.5しか折ってないっちゃ折ってないんです。そう。 追ってなくてまあ今週の目標が96だったと思うので、まあまあもう、もう現段階で今週の目標も超、超赤信号なんだけど、まあ赤信号なんだけど、まあまあ、えっと、まあ長い3年間の間でそういうこともあるかなと思ってますんで、まあまあまあそんな慌てずに。 えっと、じっくりしていきたいと思います。で、まあ、体脂肪率は、まあ、えっ、ー、と、2ヶ月前は33.3%、昨日が31.8%。まあ、体脂肪率はこの数字上おってますね。まあ、ただ、体脂肪率は測り方によっても随分違いますし、まあ、おおよその傾向としか言いようがないですよね。ただ、この2週間にあったことは、えっ、ー、と、普段1回しか筋トレしないのを2回やってみたりとか、 えっと、そういうチャレンジがあったので、もしかして筋肉がついて、ちょっと体重が上がったのかもしれないし、先週はね、100、4、104.100.100.45とかだったかな。で、体脂肪率はちょっと覚えてないな。でもね、うん、とこの先の計算をしてみると、そんなひどくはないんですよ。 はい。まあ、いつも計算してるというか、最近計算してるというか、交通習計算してる、あの、体重かける体脂肪率で、実際の脂肪量を計算してるやつなんですけども、えっ、ー、と、まあ、先ほど喋ったように、体脂肪率が、ま、それほど安定して正確な数字というわけではないので、まあ、おおよそなんですけども、あの、計算上、2週間前は3 4キロの脂肪がありました。で、えっ、ー、と、昨日が3 2 3キロ そう。これだけ見るとね、2キロ近く脂肪が落ちてるっていうことなので、いや、やっぱりね、筋肉がついたんじゃないかなって私の中ではそう思ってます。で、えっと、この体脂、昨日のデータと先週のデータを比べると、うん、と確かにね、えっと、0.5kg ぐらいだけども、えっと、脂肪が折ってるは折ってるんです。そう。そういう意味では、まあ、うんと、着実にちょっとずつでも脂肪は折ってるかな。 っていうよりも、やっぱ筋トレはそれ、筋トレはやっぱりやった分効果が出るんだなっていうような、いうような私のなんとなくの結論ですね。ただ今週ね、筋トレ実はできてないんですよ。そう。えっとね、えー、っと、まああの、いつもお仕事してる、うんと、ジムの仕事終わった後にちょっとやってるんですけども、こっそりね、こっそりね。 ここでね、ジムのスタッフが聞いてたというか、まあ、あの偉い人が聞いてたら、大変なことになると思うんだけど、まあ、知らないふりをして、こっそりやってます、うん。ただね、私は機械とか使わないので、ほんと、えっ、ー、と、お風呂場の、えっ、ー、と、お風呂場の、えー、とシートの上で、ちょっとやらせてもらってるって感じなんだけども、うん。まあ、あの、うん、と週1回、もしくは週2回やることで、まあ、確実に結果が出ていくんだったら、まあ、ぜひ継続していきたいな、なんて思ってるんですが、今週ね、 えっと、新しいスタッフが一人増えて、まあ、あの、結構いいお年のおじい様なんですけども、うんと、のおじい様の指導とかなんとかで、まあ、バタバタ時間取られて、えっ、ー、と、なかなか筋トレやる時間がなかったと。まあ、今日これからね、また寝て起きてからお仕事なんで、今日はね、筋トレできるんじゃないかなと思ってるので、まあ、今週からまたね、うん、とリセットしてやっていきたいと思います。はい。まあ、そんなわけで、えっ、ー、と、睡眠の 投稿を見ていきたいと思うんですが、次に出てくる写真が結構やばい、本当反対者みたいな顔しますよ。お楽しみに。そうでしょう。<laughs> 私ねこういうやばいやばの顔をたまに使ったりするのが好き。<laughs> 可愛く撮れた写真ももちろんいいけど、最近はねあのうんといろんなショートムービーでも私自分のさあの生々しい写真とか動画使うじゃないですか。まあ私自身自分の顔に見慣れてきたっていうか。 なんかあの、うんと、作ったら、作り込んだね、顔だけでは、私はやっぱりつまんないなとか思ってるのね。うん。まあ、そんなわけで、こんなやばやばな顔を使ってみました。じゃあ、早速、今週の睡眠の動向を見ていきましょう。はい、まず左側から、快眠度。まあ、注目すべきは、えー、っと、この、ど、ん 水木と水木金ですね、水木金が70%を超えているっていうところを注目してください。まあ、あの、先週は、まあ、確かにね、あの、村がね、前半、う月、かと村があるんですが、まあ、これにはね、ちょっと原因があって、この次のスライドでお話していきたいと思うんですけども、まあ、このね、えっと、3日間は、もうあれだと結構しっかり寝れてるかなという感じです。 はい、というか眠くて眠くて仕方ない眠くて眠くて仕方ないなら寝てしまおうっていう感じでやってますそこが出てるのが左側規則性ですね規則性はまあまあバラバラ <laughs> 先週まではだい、えー、っと10時半、えー、っと22時半には、まあ、しっかり目覚ましに合わせて起きて、まあ、眠くても起き上がって動き始めるということをやってたんですけども今週は もう眠い時は寝ちゃおうって感じでまあ言ってしまえばあれですよえっと寝過ごしたというか寝坊したというかえっ起、と、きなかったっていうことでまあ睡眠時間が長くなってるっていうことで、まあ、規則性はバラバラとまこ、あの規則性がまあきっちりね取れてくる取れてきて75とか80%近くいけばま万々歳なんですけどもまだねちょっとねうんとーまあ こんなん最後のね、課題にも触れていくところなんですが、まあね、ちょっと、あの、なんだろう、今やってるね、ポッドキャストも、えー、っと、後でお話してる、サブ、サブチャンネルじゃないけど、どっちがメインか分かんないけどね、まあ、どちらも同じ時期に始めて、同じように成長してきてるので、まあ、どっちがどっちっていうわけじゃないですけども、ですけども,あのもう一つのチャンネル、 の方もあのどちらも今あのうんとようやく、えー、とリズムとあの内容があの合致してきたっていうような感じのところなのでまあ、もうちょっとね、うん、とあの安定期になるまではまあ睡眠をしっかりコントロールしていくっていうのはちょっと難しいかななんて思ってます。 そうまあまあ,あのここは長く長い目でちょっと見ていこうとただあの睡眠時間をしっかりとるいてことが大事だということも正しい正しい本当にそうなので、まあ、もちろん今後もしっかり傾向を見ながら、えー、と気をつけるところは気をつけていきたいと思ってますで、まあ、今週睡眠私の睡眠を削りに削ったのはこいつらなんですよザッピアっていうサービス知ってる方います、まあ、ザピアを知ってるっててるう方は まあかなり、えな、まあ、IT2 といえば IT2 かな。もしくは、えっと、まあ、企業のね、あの SN、SNS マーケティング担当とかの方だったら、ま、知っているのかな。うん、ま、あざっくり言うと、といろんな Web サービス、インターネット上のサービスいっぱいありますよね。インターネットのサービス、インターネット上のサービスとサービスを連携して、 普段手作業でやってる作業を自動化させるっていうサービスかも紙サービスですよね。そう。まあ以前は IFTTT っていうあの同じようなサービスを使ってたんですけども、まあね IFTTT はまあ今あの同じようにサービスとサービスと結びつけるんですけども、どっちかと言ったら、えっと、家電とウェブサービスをつなげるみたいなのが多くて、 そうまあ、例えばあのスマホから、まあ、普通できないんだけども、えっと、普通できない機種なんだけども、まあ、スマホからねあの自宅にあの自宅の冷蔵庫の中に何が入ってるか確認したりとか、まあ、スマホからあの帰宅時間に、えっと、クーラーを入れるとか、まあ、そうやって、えっと、家電とスマホ。 家電とインターネットをつなげるようなサービスが多くて、SNS とか、まあそういったあの、うんと、ウェブ上のね、えーと、ビジネスに特化したようなサービスとの連動はあんまり強くないんですよ、今。うん、そう以前はね、えー、SNS の連携も IFTTT すごい強かったんですけども。うん、まあそれでね、まあ、IFTTT、まあ、値段もねあの、リーズナブルで、私も、ね、IFTTT で えっと、実現できるのかなと思って、まあ、格闘してみたんですが、まあ、ダメで、結果、ダメで、えっと、じゃあ、ザピアって思ったんですけど、ザピアもね、そんなに新しいも,もの、じゃないんですが、まあね、あのー、うんと、本格的というか、ちょっとコアな、あのー、ウェブサービスって、あの、日本には、日本独自のものができるんですよ。そう。だから、日本独自のものは、 日本でしか通用しない日本独自のあのサービスはいっぱいあるんですけども、まあこれね、あの、ワールドスタンダードっぽいこういうあの、サービスは、まあ意外と日本語化されてなくて、これもね、難しい単語はないんだけど、なんかちょっと普段聞き慣れないような専門用語みたいのがさ、多くて、ま今週ね、格闘に格闘したんですよ。そう、やっと問題解決してできたと思ったら、また、 違うエラーがで出てたりとか、で、ちょっと違うことをいじったばっかしに、えっと、設定が狂ったりとか、まあ、そんなもん、ことがもろもろいっぱいあって、えっと、まあ、悪戦苦闘して、それのトライアンドエラーを潰していく作業で、ほんと今週は、あの、えなくなる時間が増えたかなっていうのを思ってます。そう。まあ、その、そこまでして、なんでザッピアをっていうふうに、 っていう話なんですけど、私は、うんまあ、10年ぐらい前から、まあ、Facebook の使い方を教えるっていうことを、まあ、コンテンツにして、まあ、お仕事をしてたんですけども、そ,う、まあ、そんな関係もあってあの Facebook の知り合いが、まあ、今でもいっぱい残ってはいるんです。そう,、まあ、そういった方々があの私がいない、全然 SNS 立ちして全然触ってない フェイスブックに、やっぱあの、誕生日おめでとうとか、コメントを入れてくれるんですよね。まあ、それで、せめて、あの、近況報告ぐらいに、えっと、自分のフェイスブックに、自分が、あの、発信してるコンテンツぐらいは自動的に投稿させられないかなと思って、試行錯誤したんですね。ただ、まあ、ザピアを使っても、あの、プラ、プロファ、ん プロフィールのタイムラインに、Facebook の通常の、通常の個人アカウントはプロフィールって言うんですけど、プロフィールの,あのタイムライン上に、えーと、コンテンツを流し込むことは、自動ポストすることはできなかったんです。ただ、Facebook ページならそれが可能だってことが分かったので、まあ、Facebook ページに、えー、と Instagram と Facebook の新しい投稿をしたやつはね、えーと、自動的に反映させるように作り込んだんですよ。 まあそれがね、あのザピアはあのもちろん無料版と有料版があるんですけども、無料版はもちろんゼロなんですけど、有料版が、有料版の一番安いのは結構、機能制限されてて、でその私が本来やりたいものを全部やろうと思うと、最低でもプロフェッショナル版じゃなきゃいけないんですよ。のプロフェッショナル版っていうのが、年間契約料8万ですよ。 <laughs> そ,のその前のスタンダードなやつでも年間契約料あの3万8000円ぐらいだったかな。そう。まあ、う、え、ん、っと、月々契約料だと、まあスタンダードのやつが、えっと、19ドルだから、まあ2500円、3000円ぐらいかな。そう。で、えっと、プロフェッショナルが49ドルだから、まあ7000円ぐらいかな。 そう、まあ、現状私が毎月7000、8000円、ザッピアに取られる、もしくは、あの、えっと、一括で8万円をパッて払っちゃうってうのまあ、かなり現実的じゃなくて、まあ、今のところ無料でできる、ちょっと小細工して、えっと、無料でできる範囲で、まあ、運用してると。まあ、今後ね、えっと、いずれプロフェッショナルは考えていかなきゃいけない っては思ってるんですが、まあまあ1年ぐらいはこのままよいしこうっていう感じで、まあ、そんな試行錯誤をしてた結果どんどん眠く寝るのが遅くなるとそ寝たら寝たら起きれなくなる、まあ、そんな感じの、えー、と今週でした、まあ、そんなわけでグッド <laughs> でもそんなわけでもうい,い,こいいことっていうか、まあ、結果的にいろんなことを進んだので良かったんですよさあそういうわけでグッドを見ていきましょうグッドの写真はこれですはい キャコちゃんわ <laughs> かりますよ先週と変わってないやんという声が聞こえてきます変わってませんそう <laughs> まあねあのうとここから先の資料あんまり変更がないんですけどもあのなぜかっていうとなんか私の中で結構気に入ってて。 完成形結構完成形かなとか思ってるんですよね。まあそこでまあ修正点とかを含めながらちょっとお話しするような感じでしていきたいと思うんですが、まあ、あの資料を作っててねもうこれを作ってる段階で、えっと、ああもう15時は間に合わないなっていうことが分かってたわけですよ。まあそうするとなんか、まあ、テンションも下げてきて、まあ、あの残せるところは残そうという感じ。 まあそんなわけで、えっ、ー、と、修正点を見ながら、ゆるく、ゆるく、ゆるく、グッド、バッドと、今週の課題を見ていきたいと思います。まあでも今週のグッドは、なかなかですよ。そう、盛りだくさん。まずね、YouTube に好奇心が、と、えっ、ー、と、サブタイルとつけたんですが、まあね、あの、 まあ自分でね、YouTube をキーステーションにポッドキャストを発信しててなんですけども、最近ね、あの、YouTube を見る、見る時間を作ってないというか、まああんまり見なくなってきた。というか、あまり面白みを感じてない <laughs>。というよりも、あの、まあなんかね、えっと、私自分の声がもともと大嫌いだったんだけど、なんか、編集するときに自分の声聞くじゃないですか。なんかだんだんね、最近ちょっと、 頼もしい声だなと思ってきて、まあ、ああのー、最近は自分の発信した、えっ、ー、と、チャンネルを聞きながら寝たりとかしてます。<laughs> おかしいかななんかね、友達にそれおかしいって言われたんだけど、なんかこの話前回もしたような気がするな。でもね、なんか最近、あの、人の、 ポッドキャストじゃなくて、人のあの、うんと、YouTube を見てても、なんか、あのー、もう方向性の煮詰まって煮詰まって煮詰まりすぎて、もう抜き道がないみたいなのが多い気がするんですよ。そう。まあ、あの、うんと、長くや、例えば長くやってると、もう、やりたいや、やろうと思ってることはやり尽くされちゃって、アイデアがもう浮かばないというか、 もうあの、本当、なんだろう、あの常に新しいコンテンツを生み出していかなきゃいけ、生み出していくのがま YouTube の面白さだと思うんですよ。まあでもね、そこがもう、えっと、できてないページ、チャンネルもたくさんあって、まあそれはね、あの、個人的にはもう、んと、ばって出てきても、新鮮味を感じなくて、まあポチしなくなりましたね、最近は。うん。 まあそういう意味で、まあ私のポッドキャストも、あの、まあそういう側面っていうのは必ず出てくるっていうか、まあ、この、このね、この反省からなんかまさにそうですよね。まあその毎週そんな違わない話してるわけで。そう。まあ、ですから、まあ、どうだろう。それはね、もう私自身の成長、いろんな成長とか考え方がまた、 大きく変化していく流れの中で、えっと podcast もえっと youtube もあの、私自身が成長していかなきゃ、このチャンネルも成長していかないと思ってます。そうなので、あのこれからもいろんな好奇心を大事にしながら、えっといろんなものを吸収して、どんどん新しい情報、新しいかん考え方なんかを私流に噛み砕いて発信していきたいなと思ってます。 まあそれがね、まあ、YouTube にね、好奇心が最近あんまり向かないんだよねっていうのが私にとってはいいことだと思ってます。はい。そう、時間が取られないし自分の中でもっと煮詰めていけるっていうのを感じたので。うん で、二番目は、良いも悪いも安定採取。<laughs> まあ先ほど熱くお話し,しましたけども、やっぱね、良くも悪くも土手に行けば野菜がいっぱい取れるっていうのは助かります。<laughs> そう。スーパー行っても、あの、んと、まあ、コンビニは本当なんか何でもかんでも高くなったって感じですけども、まあ、スーパーはスーパーでね、 えっと、まあ、地元のスーパーなので、地元野菜ブースと、えっと、一般的な野菜ブースがあって、地元野菜ブースは地元の農家の人たちが、まあ、持ち込んでると思うんですけども、地元野菜ブースは、まあ、まあ、そんなに高くないんですけどね。まあ、普通のお野菜は結構高いと。私は見てて、普通のお野菜を買うより全然地元野菜の方が安いし、地元の、 ににとっって助かかるばっかなのに普通の人はなんで地元野菜よりも普通の野菜を買うんだろう20円も30円も高いのにっていつも思いながら見てます <laughs> はいまあでも良くも悪くも土、うんえっと、手に行けばヨモギがいっぱい取れるのでえっとまあね、えー、夏ぐらいまでは、まあ、いろんな葉っぱ類を試せるんじゃないかなと思いますはい まあ、そのうちね、また、あのー、杉本農場からたくさんね、お野菜いただきますので。<laughs> そう、とま杉本さんトマト待ってます。<laughs> 杉本さんのね、トマトとかキュウリとかね、ナスとかめちゃくちゃ美味しいのよ。うん。去年はね、ナスを生で食べる美味しさを知ったよね。そう、ナスはね、 生で食べると美味しいのよ。もちろん、これは大阪にあるでさ、堺が中心かな。水茄子も美味しいんだけど、水茄子とは違う、あの、やっぱ通常の茄子も生で、生で食べてもめちゃくちゃ美味しいってことを去年はしたね。で、喉が渇っているとか、お腹空いているときは、まあもう、ほんとトマトが最高に美味しい。<laughs> 関本さん。 野菜まってます <laughs> そうそうしてえっ、ー、と3番目 YouTube のマコイズム新展開 <laughs> マコイズムっていうのは、まあ、私は勝手につけてるだけなんですけど私らしいとか私主義みたいな意味なんですねイズムっていうのは。うん あそんな中で、えっ、ー、と、マコイズムの方では、えっ、ー、と、もともと、ね、あの、写真に特化した、あの、YouTube をやりたかったんですけども、あの、YouTube をやろうと思って、何、何をしようかなと思ってた時に、たまたま2月6日のね、えっ、ー、と、トルコとシリアの大震災が、大地震があったわけですよ。で、まあ、私はもともと NPO で、えっ、ー、と、防災とか、あの、治安、治安情報とか、 をあのモバイル端末に配信すする、えー、NPO でで働いてたんです、まあ、その前はネパールで NGO で働いてたんですけど、ネパールの NGO を、えー、とやめ、やめてというか、まあ日本に帰ってきて、で、たまたま、えー、と東日本大震災にぶつかり、その流れで NPO で働く防災関係の仕事をするというような感じになっていったんですね。まあそれで、まあ、あの、あの、なんだっけ、えっ、ー、と、トルコ、 の大震災に際して、まあ私に何ができるんだろう。まあもちろんね、コンビニに行ってチャリンと入れることはできますけど、まあチャリンと入れたお金がどこに行ったかというのは本当ね、実は不透明なんですよ。あの、寄付にはいろんな形があるんですけども、本当に現地に届く、現地の困った人に届く寄付もあれば、現地の国に届く寄付もあるし、現地の NPO とか社会貢献活動をしているところに届く寄付もあって、まあその行き先がどこかっていうのを見分け方はあるんですけども、 えっと、ま、そこまでみずにチャリンと入れるのは、あの、ちょっとね、あの、どうなんだろうっていうふうに私は思ってて、そう、寄付は寄付で、まあ、もちろん必要な時もあるんでしょうけども、そもそも震災で確かに、確かにね、トルコの大震災で5万人の方が亡くなりました。でも、 ウクライナの戦争は15万人死んでるんですよ <laughs> そうそう。あれは地震、地震は確かに自然災害だけど、ウクライナの戦争は人災じゃないですか。<laughs> そ,うまあ、それを考えると、ウクライナの戦争に、あの、戦争でね、あの、ロシアの人も、ウクライナの人も、本当にあの、切ない思いしてる人はいっぱいいるはずそう。そこに寄付するわけ、寄付してもいないのに、 トルコとロシアに寄付する、まあ、地震だからいやそれはちょっとなどうなんだろうって思ってて私は、えっとまあ、東日本大震災の時ねあの避難所運営もしたしあの原,発災原,原発災害から逃げてきた避難してきた方のお世話もしてきた経験もあり、まあ、過去の経験をも、えっとにトルコシリアに入れいる被災者の方に向けた えっと、ショートムービーの配信を、えっと、今日で60日目ぐらいかな。そう、ずっと毎日発信してきました。まあ、それもね、でも2ヶ月経つと、東日本大震災も3ヶ月経つと、もう、あの、テレビのニュースに、あんまり被災地のニュース流れなくなってきましたよ。 そう同じように2ヶ月、3ヶ月たつとどれだけ大きな災害被害が出たとしても,しても現地ではニュースはあるかもしれないけど遠く離れたところではあの、うん、とよっぽど一生懸命探さない限り新しいニュースなんか見つからない、まあ、そういう状況になってきて、まあ、被災者もあの、うん、と徐々にあの現実を受け入れて新しい生活に切り替えようという時期なわけですよ。 まあそういう中でいつまでも、うんと、応援メッセージってわけもいかないので、徐々に徐々に内容をその時その時に合わせて変化してきたんですけども、よろっと2ヶ月経った中で、うん、と大きく展開を変えようということで、えっと、今までネパン、ントルコ語、シー、トルコ語、アラビア語、英語で発信したんです。まあ英語っていうのは、まああの、トルコにいる人でね、あの、海外の人もいると思うから、まあ海外、 わざわざ自分の国から海外に行くんだから、まあ、英語が喋れる人も多いだろうということで、まあ、英語を含んでたんですが、うんと、今日から、今日からなんですけども、えー、っと、どっちかというと、日本、日本の防災に関する経験を世界にしっかり防災の、防災,を防災の大事さを世界に伝えていこうというコンセプトに切り替えて、今日から英語、フランス語、スペイン語、 えと日本語、うんと、トルコ語、アラビア語、6カ国の配信で内容を一新します、はい。その準備のためにも、準備のためにちょっとバタバタしてて、まあ、今日遅くなっちゃった、みたいな。<laughs> そうなんですけど、まあね、それは今月通して、えーと、防災チャンネルみたいな、防災情報チャンネルみたいな感じで、 えっと、まあ、小泉のチャンネルを大リニューアルしようと思っているので、まあ、それはね、えっ、ー、と、予定調和の中で、えー、とやってることです。まあ、それがね、新展開として今日スタートできるっていうのは、本当に、あの、頑張ったというか嬉しいなと思ってます。はい。まあね、この2ヶ月の間で、まあ、いろんな、あの、うんと、発信のね、えー、と発信の、ね、効率化に関して、まあ、ものすごくいろんな、 経験をしてあの最初はね、ほんと、ショートメッセージ3本出すだけでほんと半日以上かかったのが、今はね、えっと、3本だけだったら、まあ、30分は回ればできちゃうみたいな。そう。それが6本になって、まあ、30分が1時間になるのかもっとかかるのかわかんないけど、まあ、どっちにしてもちょっと時間をかければ、う、え、ま、っと、い方法が見つか,かると思うので、まあ、今日からまた新たな気持ちで、えっと、世界に向けて防災の 防災の情報を発信していくっていうことを、まあ、ここで明言しておきたいと思います。はい。まあ、ぜひね、あの、うん、とそちらの方もチャンネル登録お願いします。えっと、アクセスログ見ると、日本語で今までね、一切日本語で発信しなかったのに、まあ、日本人のアクセスが結構多いって。<laughs> ねえ、まあ、言語もね、あの、うんと、 見る人の言語も細かく調整したんだけどね。なぜかね。まあ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 、そこは、あの、YouTube の不思議みたいな。<laughs> はい。えっ、ー、と、そんなわけで、えっ、ー、と、4番目は、腸活に新たな可能性発見。これはですね、まあ、先週も話したのかな。ちょっともう何喋ったかちょっと覚えてないんですが、うんと、今週から積極的に酒かすを取り入れました。はい。お味噌だけでは、 えっと、酵素を摂取するのがちょっと足りないかなと思って、まあ、納豆を毎日食べるのと、えっと、お味噌と,、えっと、うんと酒かすを今積極的に、まあ、酵素を取り入れるということで、えっと、試してます、はいまあ、そのおかげで,です、ね、あのうんと私が毎日作っている何でもごっちゃ煮の野菜味噌汁がまあすごく美味しくて あの、酒かす入れるだけでこんなに味がまろやかになるのってぐらい、まあ美味しいですね。はい。まあただね、まだあの、結果が出てきてなくて、まあね、まあ、前よりは蝶の感じがいいっていう気はするんですけど、まあね、もっとね、あの、うんと、がっつり、がっつり出ないかな、みたいな感じなんだけど、もうそもそもあの、うんとん、 と、固形物らしい固形物をそれほど食べてないのかもしれないね、私自身が。だからまあ、そもそもうんこの出る量が、排泄する量がそんなにないのかもしれない。もしかしたらね。まあ、ただ、まあ、あのうんと、踏んばれば出てくるので、まあまあまあね、まあまあ、えっと、そこら辺はまだまだ、あの、腸活は今後も大きな課題ですね。はい。まあ、ただね、えっと、来月には、えっと、フードプロセッサーを買って、 まあちょっと発酵、発酵酵素ドリンクにチャレンジしようかと思ってます。はい。まあ、発酵酵素ドリンクも、まあ、なかなかね、えっと、あのー、チャレンジだと思うんですが、まあまあまああの、やれることはやってみいきたい。そう。コストが大きくかかるわけじゃないので、まあ、やれることをやっていきたいと思って、来月から、えっと、酵素、発酵酵素ドリンク、 の手作りにチャレンジしたいいと思ってますはいまあ、そして、えー、と5番目春らしいニューファッションということで、まあ、ウィッシュっていうサービス、うん、とネットショップをご存知の方がもういると思うんですが、まああの、国内ではなくて海外の、えっと、売れ残った商品を安売りするっていうよう,なようなコンセプトですわ。だから注文するとみんな、あのうん、と送料は結構高め、うん。高めだけども商品は激安みたいな。そう ただ、あの、うんと、届くと結構、あの、ああ、やっぱ海外製品なんだよね、みたいな感じのちょっと残念なものもあれば、これこの値段だったらいいんじゃないみたいな。まあ、もちろん高ければ高いなりいいし、安いけば安いなりのものしか届かないっていうのが、ほんの、本音っちゃ本音なんですけども、安いてでもね、掘り出し物レベルのやつがたまにあるんですよ。まあ、今回はまあ半々ぐらいだったけど、あの、うんと、なんだろう、う タイミングによって送料無料キャンペーンみたいなのがあって、うんまあ、定期的に買ってるからそういうのが来るのかもしれないんですが、まあ、それでえっと送料無料で手に入れた5000円分ぐらいかなの服が、まあ、私の、ねえー、と春夏から秋にかけての、まあ、今年着ていきたい服だなと思ってえっと何着か買いました。 はい。まあ、新しい服が来ると、まあ、ね、久しぶりに新しい服買ったんだけれども、まあね、今まで本当あの、いつも同じ服を着てるよね、みたいな感じの動画だったんですが、まあちょっとね、違う服を着ることも増えていくかもしれません。<laughs> そう。うん。まあ、そんなわけで、えっと新、新しい服を着て、えっと、 新しい服を着て、えっと、別に、ね、100均行くだけで、普段さ、100均行くだけでメイクなんかしないのに、バッチリメイクして、100均に行って買い物して喜んでるみたいな。まあまあまあ、そんなことがあってもいいですよね。うん。で、まあ、私ね、あの、その時に思ったの。うんと、私ね、メイクするとさ、可愛い,いよ。<laughs> 私ってメイクすると可愛いんだなって、再確認した。<laughs> 特に今日は、バッチリあの、うん、週1回、 気張ってやってるスキンケアをしっかりした上でメイクして外出たからまあほんとお化粧のノリもいいし肌つヤも綺麗だしいやー私あのバッチリメイクすると可愛いんだなってほんと今日思った <laughs> 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 言うのはただだからねそう言わして私はメイクすると可愛いそう普段あのうんとしかめっ面してるけどメイクすると可愛いただね あのどっちかというと動画に出てる本当普段の時のあの目つきの悪さはちょっと怖いねそう。私ね目が悪いからコンタクト入れれば全然違うんだけどあのー、今コンタクトほとんど入れてないのね、うん。あのー、1ヶ月に1回入れるかどうかぐらいだからまあほ,ほぼねあの普段ラガなのメガネもかけずに。だからさあの どうしてもね、遠くを見たり、とか歩いてると細くなっちゃうのね。<laughs> いや、よろっと、あの、コンタクトも、毎日コンタクト入れるような生活に戻ろうかな。いやー、でもメガネ買っちゃうかな。いや、メガネの方現実的だよね。そう。まぁ、あ、ちょっと考えます。はい。まあそんなわけで、今日、今週の良かったことは、まあ YouTube に、いいも悪いも、興味が、あの、YouTube のいろんな動画にね、振り回されなくなりました。 そして、良いも悪いも安定してあの野菜をゲットする方法を見つけました。そうして、ようやく YouTube のね、えっ、ー、と、マ、まあ、コイズムの方も、えーと、防災情報チャンネルとしてリニューアルする準備が徐々に整いつつあります。さらにさらに、腸活も新しい可能性を発見して、来月から、えー、と発酵酵素ジュースにチャレンジしたいと思います。さらにさらに、新しい服も買って、気分も緩ぬ、ね、やっぱりメイクスした私は可愛いっていうことを再確認しました。 そんなことは今週のラッキーじゃなくてグッドでした。はい。では今週のバットを見ていきましょう。はい。えっ、ー、と、今週のバットなんですが、バットの写真も切り替えてません。この写真ね、結構お気に入りで、なんかあの、映画に出てくる悪魔の城みたいな感じじゃないですか。そう。なんかね、これ、あの、 植物で、なんていう花かちょっと忘れちゃったんだけど、まあ近所にね、あの、すごい豪華に咲いている紫の花なんですよ。そう。花っていうかもう野菜なのかなまあそれを写真撮らせてもらった時のやつなんですが、まあ私もこれもお気に入りでね、そう。まあ今週もこれを使いました。じゃあ今週のバットは、こんな感じです。じゃじゃんなんと 何も変わってません <laughs> もうね普遍的すぎ私にとって普遍的すぎてえっと変えようがないっていうのかなかなうん私にとっても多分,多分多くの人にとってこれはなんかもうえっとそうこれは確かにバットはバットでこれを全部改善できればまあすごい いいような気もするけど、でも改善しちゃったら私らしくないんじゃないかな。私はこれがパッドだから私らしくて、これこそ、えっと、私の個性なのかななんて思ってます。まあ、一つ一つもう一回確認すると、あの、左側変わってないんですけど、右側はちょっと変えてあるんですよね。まあ、感情には逆らえない。そうです。当たり前です。あの、 本当、そうで、あのー、やっぱ食べたい時は食べたい。<laughs> まあ、この後も食べたい話だから、ちょっと、やめますが、あの、えっと、まあ、やってみたい、チャレンジしたいって思う感情はなかなか抑えられないですね。そう。あのー、リース、あのもう、もう、やりたい、やってみたい、いや、やるかどうか知りたいっていう、その感情に、もう、本当、素直になってしまいます。 まあそういう意味じゃ、1番も3番も一緒ですね。感情は変えられない。そう、感情に逆られないし、好奇心は止められない。本当そうです。はい。私は、本当、あの、本当に SNS 立ちしてて、もうほとんど2年、3年、6、6、あの、社会との接点がない生活を知ったんですけども、まあね、うんと、 本と他人が作ったコンテンツだけを見てました。まあ映画もそうだし、動画もそうだし、YouTube もそうだし、自分から発信するってことはほとんどなく、なくやってきたんですけども、なんだろう、あのー、自分から発信しようと思うと、思世の中面白いこといっぱいありますね。うん、本当にある。あの、受信、他人からの情報を受信しているだけだとやっぱり受け身なんだけど、発信することで、発信する、発信する側に回ると、 あの、また、見方、考え方が全然変わってくる。そう。だから、あの、やっぱり、私のリハビリとしては、この、あの、ポッドキャスト、本当に素晴らしい選択だったんじゃないかなと思ってます。まあ、そういう意味で、好奇心は止められない、感情は抑えられない。まあ、それは仕方ない。バッドかもしんないけど、私にとっては重要な、重要な個性だと思って、受けるようと思いました。まあ、そんなわけで、グッドとバッドっていう捉え方がちょっとね、えっと、 これを作った時とちょっと違ってきて、まあ来週からここら辺大きく見直すかもしれませんが、まあ今週はまあ感情を逆らえない。えっ、ー、と、食べることしか考えられない。嫌いだと思ったら続かない。すぐに何でも忘れる。まあこれをそのまま採用しました。まあね、あの、すぐ忘れ、もちろんすぐ忘れるのも嫌なことはすぐ忘れていいと思います。はい。えっと、うんとね、うんと、アイディアも私まあ ちょっとね、思いついたこととかノートによく,書くノートにバーって書くんですけども、まあ、見直した時にあこんなこと考えてたななんて思うのはもうねアイデアとして破綻してるんですけどそう <laughs> そうまあほにあのうんと書いたとも忘れられないようなアイデアはやっぱねやもうもうもうすぐにやりたい結局アイデアってノートに書いてもあの本当にやりたいアイデアはノートに書かせなくても覚えてるうん それがやっぱあの本物のアイディアじゃないかなと思ってます。はい。まあでも、買い、後から思い出してっていうのもあるので、まあノ,イノートを書いといて損はないと思うんですけどね。うん。で、まあちょっと上に上がって、まあ嫌いだと、もう嫌いだと思ったら続かない。まあそれはそうですね。はい。そう、ただ嫌いだと思ってたものを好きに切り替えることはできると思うんですよ。 そう、嫌いだと思ったものを好きに切り替えることは頭の考え方を切り替えるだけなので、まあそこは、あの、うんと、例えば私は正直言うと筋トレは好きじゃないですよ。ストレッチも面倒くさいと思いますよ。そう、そもそも健康を考えることが私は嫌だったんですよ。そう、健康っていう言葉はも,ものすごい嫌いだった。そう。 そこを嫌いだったものを切り替え、頭を切り替えたことで、そう、我がくで元気でいつでも、まあ、でもやりたいことをやろうっていうふうに決めたことで切り替えることができたんですから、嫌なことも頭の、頭の考え方を切り替えることで、きっと克服できると思ってます。なので、嫌いだと思ったら続かない。いや、嫌いなものを嫌いじゃなくするってことに、今後チャレンジしていこうと、まあそういうふうに考えようと思ってます。で、好奇心は止められない。止めなくていいと思ってます。はい。まあそんなわけで、ちょっと全番バラバラになりましたが、えっ、ー、と、バッと。 はバッドじゃない私の個性だっていうことを最後にズバッと訴えもうとことん訴えて、えっと、次今週来週の課題に行きたいと思いますはい来週の課題の写真なんですがなんか魔女っぽいね <laughs> なんか魔女みたいなそう。 魔女、魔女。うん。<laughs> そう。でも私もち、私はちっちゃい頃、魔女をテーマにしたあのアニメいっぱいあったので、魔女っ子メグとかね、そう。いっぱいあったので、あの、魔女っ子メグは結構リアルタイムじゃないんだけど、まあ、魔女ってなんか、えっと、可愛いいお姫様っていう感じがするんだよね。そ <laughs> う。 まあなのでまあ魔女っていうのは私はそんな嫌なイメージであの捉えてません。そう。それこそあのアンゼルセンの動画に出てくるような鼻が長くてもうくちばしがみたいな、口を捨ててみたいな、くちばしみたいなけどもうおばあちゃんみたいな魔女っていうのはちょっと私イメージは違うんだけどね。そう可愛くて、おしゃれで、おてんばで、えー、っと、ちょっと、ちょっと大人っぽいけど、あの、 ちょっとどじっこな感じな魔女が私の魔女のイメージなのでまあ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 うんまあそういう魔女っていう意味で魔女っぽいかななんて思って見てますそうまあまあねまあそうこれもねしっかりあの背景映ってるよねわ <laughs> かってますそうもともとね掲載する前にしっかりあのうんとソフトでえっと 私はね、スマホのスナップスピードっていうソフトを使ってるんですけども、スナップスピードで、ね、しっかり修正してからアップすれば、まあ、こんなね、あの、うん、とダとッサダサッサの失敗しないんですけども、まあね、今日はね、ちょっと時間なかったので、えー、っと、本当えー、っと、パソコンの中でシャシャッとやっちゃったのね、まあ、うまくいってないと。まあ、そういうわけで許してください。その中で今週の課題は、来週の課題はこれだ。じゃじゃん。 何も変わってない <laughs> 私ね、これこそね、これこそね、私がね、えっと、最近頭の中によぎった、えっと、最高の、最高の私にとっての、えっと、私自身のエールかなとか思ってます。はい。まあね、やりたくないサインは無視しないっていうのは、本当重要かなと思ってて、 あの私のポッドキャストの昼ビールじゃなくて、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ワキャリダイエットウォークは毎朝あの、スポーンじゃなくてスプーンに配信してるんですが、スプーンの配信を、あのんとまあ、スプーンは日曜日から木曜日まで、毎朝朝6時頃にあにアップしてるんですけども、スプーンっていうポッドキャスト配信サービスは予約配信ができないんですよね。 予約配信ができれば、えっと、他のね、ポッドキャストもあのスプーンで発信しようと思うんですけども何分ねあの、うんと、朝6時からの配信だけだと、まああのうん、と,というか、まああのー、私っていうよりもあのその投稿した時のそのタイトル一つであの結構ね、縛りがあって。 コンプライフィアンス的な縛りがあって、まあ、その縛り方が、なんかちょっとね、なんだろう、あのー、私と肌が合わないというかな。そう。というか、あのー、スプーンであのー、ライブ配信とか、ポッドキャストを聞いて,聞いてる方と、私の肌感覚が合わないっていうかな。まあそういう意味で、なんかスプーンの配信を、まあちょっと、 今月いっぱいでやめようかなーなんて思ってた時に、今まで誰も一人もファンがつかなかったのに、ファンの人が一人ピコって出て、できてきたんですよね。まあ、そうするとやめるには見づらいし、まあまあまあ、愚痴りながらでも、えっと、もうしばらく配信続けてみようと思ってるんですが、まさにこれがやりたくないサインなのか、ファンができたことでまたテンションが上がっていくのかはちょっとわかりませんが、まあそういったやりたくないサインは無視しないようにしようと。 うん。まあ、寝たくない、何かしたい、したいから寝たくないっていのもやりたくないサインだと思うんですよね。そう。まあ、あの、今日は変わらずにそのまま寝たいとかお風呂入りたくないっていうのもやりたくないサインだと思うんですよ。まあ、それはそれで、もちろんあの、トータルしたら良くないことが良くないって思いますよ。私だってそう思いますよ。お風呂入って体温めて寝た方がゆっくり眠れると思うんです。でもやりたくないサインを、無理してやって、 やるっていうのが果たして本当にあの私の心に本当にいいのかどうかっていうのはちょっとわかんないなのであの小さいことも大きいものもやりたくなさサインは無視しないようにしてますそうやりたくない理由を考えるようにしてます、はいうん、理由を考えた上であのやっぱりや,たやりたくないんだったらまあや,りやらなくていいやっていうふうに最近は判断してます、はい、そうで眠くなったら作業をやめる、うん あの、なかなかできません。<laughs> そう。そう。自分でここまでやりたいと思ったものはやっぱりやりたい。そう。逆にそこに集中してると眠くならない。そう。まあ気がついたら遅くなっちゃうっていうパターンですよね。うん。そう。ただもう、やる気がな、やる気とのことだけはもう、ただだったらもう体が寝れって言ってる時はもう寝ます。本当最近よくそういうふうにします。なので、 まあ、2時、3時でもう布団入っている時あるっていうのはそういうことですね。はい。まあ、そういうことがいつあってもいいように、最近は、あの、作業前倒しも前倒しでちょっとやるようにしてます。はい。そう、特貫工事。今日は特貫工事ですけどね。はい。で、まあ、結果にフォーカスしない。あ、我慢はしない。我慢もしない。そうですね。我慢もしない。やりたくないサインも無視しないも我慢もしな,我慢しない。我慢はしないも一緒ですね。はい。そう。まあ、自分の欲望に素直に、素直に、 そうだから配信内容もそうです。あの何かに忖度してっていうことではなくて自分が話したいことを話したいように喋ってます。はい。他の M キャストも、えっ、ー、と訳ありも、他の配信も本当はあの自分が喋りたいことを喋ってるっていうだけ、だけ、まさに我慢してないですね。そこに忖度して、あの、うんと、例えばチャンネル登録数を増やすためにチャンネル登録増やし、増えやすいコンテンツにするとか、 えっとアクセス数されやすいようなコンテンツにするっていうのまあ一回一二回試したことはあるんだけどそれでは私が楽しくなくて楽しくないものはやっぱ続かないんですよそうだからまあ今はもう何に忖度するわけじゃなく自分が喋りたいことをもうね喋りたく喋ってるポッドキャストっていうことが私にとっては何よりも楽しいそう 私が楽しくなければ続かないわけだし続かなければ、まあ、いずれねえー、っとあのいずれねあの3年以内に私は YouTube だけで生活できるようになるので、まあ、そのなるまでのその段階を踏むこともできないわけですよやめてしまえばだからまあ,あのうんと私が続けやすいような形で今後も、えー、っと好きなことを我慢せずにペラペラ喋っていきたいと思ってます そしてまあ4番は結果にフォーカスしないなん、しないんですけど、やっぱりこれもそうで、えっと、フォロー、YouTube にしても、Instagram にしても、SNS って、まあ承認欲求を満たすためにもものすごくいいツールではありますよ。でも承認欲求って本当キリがなくて、まあいいねがあの100つこうが200つこうがあの満足はしないわけです。もっともっとっていうふうに。そう。でもそれが承認欲求 がただからね、その承認欲求っていうもう悪魔の言葉に支配されてるような SNS が本当に嫌いだったんですよね。そう。だからまあ私は承認欲求っていうものを捨て去って、まあ本当そこにフォーカスしない、結果にフォーカスしないように今してます。はい。なので YouTube のチャンネルが あの、どんなにね、あの、いい話をしても、まあ、あの、本当はあの、1時間経ったら1つ、1人、2人しか見てないと聞いてないということもよくある、ありますよ、私の場合。まあ、そういう時間に配信してるから。そう。配信時間も忖度してないからね。まあ、でも、それでもいいかなと。<laughs> 時間をかけて、ゆっくりゆっくり、徐々に徐々に小川との面白さを、あの、分かってくれる人が増えていけばいいかなと思ってます。 大丈夫です3年もありますから <laughs> 3年以内に私の、えー、とポッドキャストは爆発しますから気にすることはありません爆発するというよりもちょ,ち,ょち,ょちょろ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 ちょっとずつ火が広がっていくって感じかなそう、うん、私のイメージはそんな感じ そう突然、ぼわーっと言うのも、ちょろ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 、ちょっと気がついたらあのあった、暖かくなってきて、気がついたら暑くなってきて、気がついたら爆発したみたいな、そんな感じの成長の仕方をこれからもしていくと思いますので、皆さん気長にお付き合いください。そして天気の悪い日は もるうんまあ、今日はあの天気悪かったんですけども、えっと、バッチリメイクして遊び行きました。<laughs> やっぱね天気、天気もそうだけども、やっぱり新しい服を着ると、なんか気分が晴れ晴れしちゃうんですね。<laughs> そんなわけで今,日今週の、えー、っと、来週の課題も、先週と変わらずこの通りっていう感じですけども、グッとばっと来週の課題に関しては、 まあちょっとね、えっ、ー、と、来月、来週、あの、もうちょっとよくねって大きく変更したいと思ってます。そんなわけで、喋りに喋り倒して、結局どれくらい喋ったかわかんなくなっちゃいましたけども、えっ、ー、と、今週の反省会もここまでとなります。まああの、うんと、私の肌感覚的には、今週は何やってもうまくいってないなっていうような、その、あの、満足感というか達成感を全然感じてなかったんです。 特に体重に関しては、えっと、もうほとんど平行線。そう。でもまあ今週の、まあ先週、今週、今週の頭はぐっと上がって、うわ、すっごい戻っちゃったっていうのが徐々に徐々に下がってきてるのも事実で。まああの、うんと、まあまあ、順調っちゃ順調なのかな。まあ、最終的にデータを見るとそんなに悪くないのかな。 まあもちろん急激にガクガクガクと落ちてるわけじゃないんですけどもまあ筋トレしながらあの筋肉がついて筋肉でやっぱ重たいですからねまあ体重に反映してると思えばまあまあそんなにあのただおかしくないんじゃないかなと思ってまあまるっと収まったなという感じの印象の1週間でしたまあそんなわけでですねまあ反省会をしたからこそここで大きく落ち込むことなく また来週に臨んでいけると思いますので、皆さん、えー、と来週もぜひまた反省会ね、私のぐだぐだな話になりがちですが、私の思いをしっかり受け止めていただけたら嬉しいなと思ってます。そんなわけで、今週の反省会もここまで。バイバイ。また来週、待ってます。箱根でした。